ミュージックセキュリティーズがお届けするスポットライト。今日は社会的な課題を解決しながら経済的な利益も追求する投資手法として世界的に盛り上がりを見せるインパクト投資を牽引していらっしゃる一般財団法人社会変革推進財団 CEF 常務理事工藤奈々子さんにお話を伺います。工藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は初心者でも分かりやすくということでインパクト投資を広めようと題してお話を伺ってまいりたいと思います。まずはそのインパクト投資とは、そしてその魅力などについてもお伺いさせてください。はい、インパクト投資は経済的リターンと並行してポジティブで測定可能な社会的環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資というふうに言われています。まあ、一般的な投資っていうのは基本的にはリスクリターンという二軸で投資を判断するということが一般的ですけれども、インパクト投資においてはリスクリターンインパクトという三軸で判断するというのが特徴的かなと。で、まあ、インパクトっていうのは社会環境への変化、どういう変化を起こすかっていう変化のことを言うんですけれども、これを投資判断の中にこう組み込むというのが特徴的なところかなと思います。はい、インパクト投資が誕生した歴史、日本にインパクト投資の流れが来るきっかけというのはどういうことだったんでしょうか。はい、インパクト投資って言葉自体は2007年にアメリカのロックフェラー財団という財団が生み出したというふうに言われています。はい、ロックフェラーとしてそういうこう投融資なんだけれどもちゃんと社会課題を解決したり環境の課題を解決するようなところを、推進していこうということで生み出されたと。でそれが、リーマンショック以降ですね、ぐっとアメリカで成長していったと。それはやっぱり、リーマンがあって金融の、役割ってもっとこういうものだったんじゃないか、そういう倫理的なこう揺り戻しみたいのもあって、インパクトとしての非常に注目を集めたと。で、日本では今でもまだまだこうなかなかこれからっていうところではありますけれども、2013年に、G8、 当時イギリスが議長国だったんですけれども、G8 でインパクト投資というのを、政策のアジェンダとして取り上げられて、日本の外務省さんから我々のところにも何か一緒にやりませんかということでお声掛けをいただいて、インパクト投資を推進するというイニシアチブを2013年ぐらいから始まって、それが少しずつ今こう広がってきているというところかなと思います。工藤さんはまさにこのジャンルに早くから取り組んでいらっしゃいますけれども、その起点となる出来事、インパクト投資と出会うきっかけというのは何でしたか。はい、私はもともと学生時代はどちらかというと途上国の貧困問題を解決したいっていうそういう思いがあって、もともと中学生ぐらいの時ですかね、緒方貞子さんが UNHCR の総裁になられて、自分がもともと興味があった領域っていうのが職業として成り立つんだっていうことを発見して、国連の職員になりたいっていうのがずっと高校生ぐらいからこう思っていたことで、途上国をいろいろ回ったり大学時代もそういった勉強をしてたんですけれども、なかなか就職活動でこう国際開発みたいな仕事に就くのは難しくって、たまたま商社に入ったんですね。でその商社でたまたま自分が担当していたのが投資の仕事で、こういった仕事があるなと、仕事の内容自体はそんなにこう自分の興味のあることではなかったんですけれども、そこが投資との出会いという感じ でただ、商社を辞めてやっぱり国際開発 の道に行きたいと思ってアメリカに留学したのがちょうどリーマンの直後で、インパクト投資が先ほど申し上げたようにアメリカですごく盛り上がっていて、なんかこういったことであれば自分がやってきた投資という拙い経験ではあるけれども投資の分野ともともとこう志していた、途上国の開発に資するような仕事がしたいっていうところが、ある種生かせる交差するようなところかもしれないなと思って、アメリカの大学院に行ってた時に勉強し始めて、日本に帰国して日本財団に就職するんですけれども、そこでこういったものをやりたいということで社内で提案をしたというのがきっかけ。日本財団に入られて
政府を発展させるまでの道のり大変だったことというのは何でしょうか。そうですね、最初は本当に、2011、2年ぐらいちょうどこの、インパクト投資やり始めた頃っていうのは日本ではまだ誰もインパクト投資の話をしてなかった頃だったので、当然日本財団の中でもなんていうかこう、実験的にやってみればっていう感じでスタートしていまして、ただ本当にそういう意味ではすごくいろんなチャンスをいただいて、ソーシャルインパクトボンドと言われるような自治体と連携してインパクト投資をやるモデル事業をやったりですとか、いろいろ少しずつ、CFにつながるような仕事を積み上げてこれたかなと思います。で、大変なところっていうことで言ってもかなりこう異なる世界観の人たちが一緒に働く、一緒にこう共同するっていうことが多い業界なんですよね。今でももちろんそうですけれども、やっぱりこうかなり世界観の違う人たちがこう交わるような業界というか、自治体の方と民間の投資家が一緒になってやるとか、投資の世界の中でも当然その今まではリスクリターンだけでよかったわけですけれども、そこにじゃあ貧困の問題を解決しよう、環境の専門家と一緒にやろう、そういうこう、これまで多分金融の人たちが会ってこなかったような人と一緒に仕事をしたり、そこへこう深く理解をしなきゃいけないっていうことがあるので、その方々からこう学びながらやっていくっていうこともありますし、そういったこう価値観の違いみたいなところが、あらわになるなっていうのはすごく難しさとしてあって、それは自分が持ってる価値観とか、自治体の方っていうのはこういう考え方をするのかっていう、ある種そのギャップに苦しんだり、自分の正しさみたいなことをもう一回こう相対化して、それでもどういうふうにやっていけるかっていうことをやっぱり模索するっていうのはすごく難しいというか、それはなんかこう、みんな一緒だよねってことにはどうしてもならなくて、違うことは確かなんだと思うので、でも違いの中から逆に面白さというか、こんなに違うんだなっていうところからスタートして、いい意味でお互い変わっていける、変化していけるっていうことにつなげられると、むしろすごく新しい価値が生まれる源泉かなというふうに、ポジティブにも捉えているところです。いろいろすり合わせされる中で10年で見えている景色っていうのはかなり変わりました、変わりましたね。本当に始めた当初10年後にこういう風になってるっていうのは正直全く想像もしていなかったというか、いい意味でもともと持っていた仮説とか、こういう風に市場を発展させていきたいねみたいなことをこうみんなで議論していたところと全然違うルートで発展したなっていう感じもあって、それはやっぱりもともとアメリカのインパクト投資っていうのは、我々のような財団みたいな社会的インパクトを追求するような人たちがまず始めて事例を作って、それを後から金融機関とか大きな投資家さんが真似ていくっていう、おそらく日本もそうなるだろうっていう感覚を持ってたんですけれども、どちらかというと市場が今かなりこう拡大しつつあるきっかけっていうのは2015年に GPIF 年金基金ですね、公的年金の運用機関ですけれども、これは今世界最大の機関投資家、本当にすごく膨大な金額の運用をしているわけですけれども、この年金基金が、国連の PRI という、Principle for Responsible Investment という、責任投資のための原則を国連が作ってるんですけれども、それに2015年に GPIF が署名したということがあって、でこれがGPIF が ESG 投資をやるということに、すごくその市場にとっては大きな出来事だったんですけれども、本当に大手の金融機関が皆さん ESG やるぞっていう感じになって、で ESG 投資のある種その先というか、もう少しこうインパクトを
の、 あの意図を持ったものとしてインパクト投資にどんどんこう大きな金融機関さんがこう踏み出していくっていうことが今始まっているので、なんかこうもともと思っていたあの形ではないんですけれども、あの本当に今市場がどんどん大きくなっていって、あ、こんなに大手の金融機関の方がインパクトっていうことを自分の言葉で語ってくださるような世界が来たんだなっていうのは、もうまさに景色が変わって、あの自分自身もすごく感慨深いなっていうふうに思っているところです。あの政府がインパクト投資を日本に推進するために重要視していることというのは何でしょうか。うん、はい、あの今申し上げた通り、市場としてはこれからどんどん大きくなっていくんじゃないかと思います。はい、でちょうどそういう意味では 今までの10年は我々もだいたいインパクト投資って何ですかって聞かれることが多かったんですね。なのでそのある種コンセプトを世の中に伝えていくっていうことをやってきたと。はい、ただこれから本当に市場が大きくなるにつれて、今どちらかというとインパクト投資は本当にインパクトを出せるのか、本当に社会課題解決になるんですか、本当に新しい価値創造につながってるんですかっていう問いに、我々自身も市場全体も向き合わなきゃいけないっていうフェーズに来ているのかなというふうに思います。なので、市場規模が大きくなっていく、投資残高が大きくなっていくってことはもちろん大事なんですけれども、やっぱりそれと同時に、もしくはそれ以上に本当にその投資行動が変わっているんだろう、本当にこの投資によって社会が少しでもいい方向に向かってるんだろうかっていうことを確かめに行くっていうことをあのしっかりやっていかなきゃいけない。それは確かめるための手法、その評価であったり、インパクトの測定であったりっていうところを整えていくこともそうですし、あのそうですね、もうちょっと言うと投資家の我々もしくはあの金融機関の皆さん、いろんな投資家の皆さんがもっとそこのあの社会課題みたいなところへのこう見識を深めていって、本当に課題解決につながってるかっていうことを問い続けるような、そういう文化というか、あのやっぱり今まで通りのことをやっていてインパクト風味になっているみたいなことになってしまっては本末転倒なので、そこのこう一番難しい問いではありますけど、本当にインパクト出てるのかっていうことを問い続けるっていう文化とか雰囲気、カルチャー、そういうあのコミュニティを作っていきたいなっていうのが、これからシーフとして、あの力を入れていきたいところではあります。あの一方でインパクト投資家としての役割も終わりかと思うんですけれども、工藤さんがこう投資先に求めることというのは何でしょうか。もうあの我々から求めるっていうのは大変おこがましいというか、むしろ本当にあの現場で変化を起こしている主役は投資先の皆さんなので、我々が学ぶことばっかりなんですけれども、逆に私たちとしてある種こう力になりたいというか、ここで価値を発揮したいなと思うのは、やっぱりそれぞれの投資先の皆さんっていうのはかなりこう一点突破で頑張っているところもあるんですけど、社会課題を解決するとか、そこに新しい価値を創造していくっていうことはある種やっぱり一つの企業でできることではなかったり、その企業自身がいかにこうそういう複雑な仕組みの全体を見た上で、自分たちがこう最もあのなんていうんですかね、課題解決に一番効くスイッチを押しに行ってるかっていうことを、そういう視点を持てるかどうかっていうのは結構大事だと思うんですね。なんかこうがむしゃらにあの目の前の社会課題をやっていくっていうよりは、大きなシステムがあって、あの最も社会課題解決にこうあの効きそうなスイッチをちゃんと押しに行くっていうことを、投資先の皆さんと一緒になって考えて、もしそこで我々が見える視野とか視点があれば、そこをこうある種あのインプットさせていただきながら、あのそういうこうシステムチェンジっていうふうに我々の言葉では言うんですけれども、対処療法的な課題解決ではなくて、構造的な変革を起こすようなことがあのサポートできたらな、そういう視点を持っていただくことを、あの投資先にも何かこうインプットできたらなというふうには思っています。Thank you.
これから投資をしてみようという人には投資をどう捉えてほしいみたいなことっていうのはありますか？インパクト投資の大事な概念、非常に一番重要だと私が持っている構成要素の一つが、はい、インテンショナリティっていう言葉なんですけれども、はい、まあ、日本語で言うと意図とか、まあ、意思みたいな話というふうに訳されると思うんですが、これって要するに投資家がリスクリターンだけではなくて、どういう社会を実現したいか、どういう社会課題を自分は解決したいか、どういった新たな価値創造を起こしたいかっていう、まあ、意思を持つ、意図を持つっていうことなんですね。なのである種そこは、まあ、リスクリターンであればもうあらゆる投資先を横並びで本当にこう儲かるかどうかっていう観点でただ客観的な判断ってできると思うんですけど、インテンショナリティっていうのはまさに自分自身の価値観みたいなところの表出なので、やっぱりそこが私はすごく魅力だと思っていて、なのでインパクト投資をやるとなると、まあ、まさにミュージックセキュリティーズさんのプラットフォームとかもそうだと思うんですけど、自分が大事だと思うこと、自分がこれが価値があると思うこと、世の中にこういうふうに変わっていってほしいと思うことを投資を通じてある種一石を投じられる、その貢献に自分も参画できるというふうな感覚をぜひ持っていただきたいなと思っていて、なんかこう、まあ、価値観なので結構主観の世界だと思うんですけど、その自分の価値観を表現する一つの、ツールとしてインパクト投資みたいなことも捉えていただくと面白いかなというふうに思います。こう意識の高い方だけではなくて、どんな立場のどんな職業の人でも、自分たちができる最善とことを意識していくっていうことが大事になってきますね。そうですね。常にやはり儲けにどうつなげるのかというところもつきまとうと思うんですけれども、経済的リターンと社会的インパクトのバランスというのはどこに重きを置いていらっしゃいますか？はい、CIFは日本でインパクト投資のエコシステムを作るっていうことを、まあ、目的に置いていますので、我々自身がこう社会的リターン、経済的リターンのバランスっていうのをこう全案件でこれですっていうのを持ってるかというと実はそうではなくて、我々の役割というのはやっぱりインパクト投資っていうのがまずこういうものだよっていう事例というかショーケースみたいなものをまずは作っていろんな方に見ていただくっていうのが大事だと思っていて、でそれをできれば真似していただいたりとか、そこから刺激を受けて同じようなチャレンジをしてみようと思う方が増えるといいなっていうのがあります。なのでそのためにはこのショーケースがどういったものかっていうのはある意味多様性が必要で、例えば私たちが2019年に投資をした働くファンドという日本の働き方をもっと改善していこうっていうファンドなんですけれども、このファンドは機関投資家さんに投資をしてもらいたいと、機関投資家さんが参画できるようなそういうリターンの目線のファンドのショーケースを作りたいっていう目的があったので、ここはもう本当に経済的リターンは市場レート並みというか、まあ、機関投資家さんでもちゃんとリスクリターン判断して投資ができるだけの、まあ、経済的リターンをしっかり確保したものとして、作って、そこにいろんな方に投資をしていただいていると。で一方で例えば地域で社会的投資とかをやっていくっていう場合は、大きなリターンが出ないような小さな事業者さんであったりとか、まだまだ成長がするかどうかわからないようなリスクが高いものっていうのがたくさんあって、でこういったところにはおそらく大手の金融機関とか大きな機関投資家さんが投資をするというよりは、もっと共感型の投資が必要になってくる可能性があると思っていて、でそこはどちらかというと社会的リターンを重視するようなバランスの投資のモデルを作っていくっていうこともCIFとしてはやっていっているということで、いろいろありますという感じになります。それこそ自治体ですとか地域金融機関に求める役割とか、期待というのはありますか？まさにそこは本当に地域におけるインパクト投資ってすごく面白いと思うんですよね。それはなぜかというと、投資家として地域住民がこう参画されるようなものって結構多いかなと思うんですけれども、
投資家でありかつ受益者であるっていうような関係性が成り立つ距離感というか、例えばその地域の、森林から取った間伐材を使っておもちゃを作って売るっていったような本当に小さなコミュニティビジネスみたいなものがあったとして、はい、まあ、そういったものってなかなかその立ち上げ時期に融資がつかなかったりだとか、とはいえベンチャーキャピタルみたいなところが投資をするようなゆくゆく上場しますっていうようなタイプの事業でもないので、そういったリスクマネーもなかなかつきにくいっていう時に、それこそクラウドファンディングで地域の方々が皆さん本当に数万円ずつでも出資し合って工房を作るとかっていうことが結構あるわけですよね。でそれってこう投資家としては自分が出した5万円がもしかしたら事業がうまくいくとちゃんと返ってくるかもしれないっていうことも当然あるんですけれども、どちらかというと、あ、私たちが住むこの地域で森が荒れてるところがこの事業が成長するとそこが整備されてちゃんと自分たち の山が守られるなとか、ここで雇用が生まれると、まあ、本当にこう元気がなくなってきた地域に若い人たちが来て働いてくれるなんてすごいいいなって思うっていう、ある種投資をしてるんだけれども、その自分が出したお金がいくらになって戻ってくるかっていう以上に、なんかこう巡り巡って自分のところに帰ってくるものっていうのは他にもある感覚、これがやっぱりこう投資家であり受益者であるっていうそういう距離感でできるっていうのはすごくいいなというふうに思っています。でそこにぜひなんかこう地域金融機関の方々も、例えばそういったものを自分たちのお客様に紹介していただくとか、まあ、もしくはやっぱりそういった企業を本当にこうゼロイチのところっていうのはなかなか今まで金融機関が地域の金融機関がこう支えにくかったと思うんですけれども、そういったリスクマネーの出し手としても今後地域金融機関がぜひ力を発揮してほしいなと思いますし、今少しずつそういった新金とか新素さんで、そういうリスクマネーに近いようなことをやられ始めているところもあるので、もっとそこが広がっていくといいなというふうには思います。個人投資家の動向っていうのはどうご覧になっていますか？CIFの8月の意識調査でも認知度多少なりとも理解しているという割合が 6.6% とまだ低い中、投資人口を増やすにはどうしていこうみたいな、はい、そうですね、本当に一般消費者の認知度調査って我々実は3年ずっとやっていて、3年間ほぼ変わらないんですね、その 6% っていうのが。なんとなく私のこう感覚ですと、周りのその金融機関の皆さんとか投資家のその機関投資家の皆さんからの反応はこの 1,2 年で、まあ、3年ぐらいでかなり増えてる気がするんですけど、はい、個人の方の認知度っていうのはほぼ横ばい、ずっと横ばい3年間っていう状況なので、ここのギャップをもうちょっとこう埋めていかなきゃいけないなというふうに本当に思っています。で先ほど申し上げた通り、インパクト投資っていうのはインテンショナリティ、意図っていうのがすごく重要なので、これって結局突き詰めていくと個人個人が持っているものですよね。そういう意味では個人投資家さんがインパクト投資に果たす役割っていうのは非常に大きくって、一般個人の皆さんが自分がどういう社会を望むのか、どういう課題解決を望むのかっていうことの、まあ、ある種投票と同じような意思表示になっていくと思うので、やっぱそこはもうぜひ大きくしていきたいと思います。でやっぱり2つあって、1つはとはいえ多分投資商品、一般の方が買えるような投資商品か、インパクトの投資商品っていうのがまだまだ少ないっていうのが日本では現実かなと思います。なのでここはこれからいろんな金融機関さんが商品開発をされていくと思いますし、もっともっと一般の方が買えるような参画できるような投資機会っていうのを増やしていきたいなと。でもう一つはこの先ほどご紹介いただいた一般消費者の認知度調査の中で面白かったのが、年金とか保険、我々こうずっと納めてますけれども、その運用の中にインパクト投資が組
組み入れられることについてどう思いますかっていう質問をすると、かなりの割合の方が非常にポジティブな反応、あ、それはいいと思います、ぜひっていうふうに答えてくださっていて、これはある意味その自分が選んで投資をするっていうこととはちょっと違いますけれども、ただ毎月納めている年金が今は納めてはいるけれども、どこでどうやって何に投資をされて運用されてるかっていうのは我々なんかこう全くわからないと思うんですよね。それがもしかしたら何かこう環境負荷の高いところに投資がいってるかもしれないとか、途上国で、児童労働に使われてるかもしれないっていうことがもちろんないとは思いますけど、ゼロではないとかわからないわけなので、そこをちゃんとインパクト投資にしていく、社会課題解決やもしくは ESG 投資のように、少なくともそういった社会に対して負の影響を及ぼしているようなところには投資をしないようなことを、年金や保険の運用者に対して求めていくようなことができると、やっぱり個人としても、あ、自分たちが納めている年金保険料っていうのがこういうふうに社会につながってるんだなっていうのが分かる機会になるかなとは思うので、そこはまた今後も我々この調査を続ける中で、ぜひそういった個人の皆さん、こう市民国民がどういうふうにその運用を望んでるかっていうところを可視化していきたいなというふうには思っています。それはいいですね。今多くの企業の社会的インパクトマネジメントのニーズが高まっていく中で、海外の好事例などがもしありましたら簡単にご紹介ください、はい、ありがとうございます。インパクト投資の世界でいうと、まさにインパクトの測定とマネジメントっていうのはすごくもう最も今重要な課題というかテーマになっています、はい、やっぱりインパクトを意図して投資をしているからには本当にインパクトが出たのかっていうことを確かめに行くっていうのはもうこれは絶対やらなきゃいけないことで、やっぱりこれをすごく確かめるっていうことが非常に難しい。それでまさにマネジメントっていうところまで行くと、ただ測定をするだけではなくて、測定した結果を持ってよりインパクトが出るように働きかけて事業を改善していくっていうマネジメントのサイクルを回していくっていうことなので、これは本当に言うはやすし本当に難しいことで、その取り組みのある種こうやり方手法みたいなことを開発しているインパクトマネジメントプロジェクトっていうプラットフォームがありまして、我々も参画してるんですけれども、ここが今例えばそういう測定のためのフレームワークを作ったりとか、指標のリストを作ったりとか、そういったこうある種ツールをいっぱい開発して、さらにいろんな投資家さんにそこに入ってもらって学びを共有するっていうようなことが始まっています。なので、そこから本当に、それぞれ現場に持ち帰ってやっていくという感じかなと。で、海外の事例ということで言うと難しいんですけれども、今多分世界最大の運用会社のブラックロックさんとかが一番インパクト投資の世界で言うとこうそういった実践が進んでいるというふうに言われていて、そこは今申し上げたインパクトマネジメントプロジェクトの作ったフレームワークを使って上場の会社へのインパクト投資をやってますけれども、本当に個社ごとにインパクトの KPI を作ってですね、でその会社が各テーマにおいてどういうふうにシステミックチェンジに貢献しているのかっていうような仮説みたいのを作って、KPI をちゃんとこうモニタリングしてインパクトレポートを発行する、そこを情報開示までやっていくっていうことをやっていて、それがおそらくこう今かなり注目されている好事例かなというふうには思いますね。では日本の課題についてですけれども、インパクト投資という考え方自体が当たり前になっていく具体策、そして見通しについてはいかがでしょうか。はい、おそらくそうですね、
いろんな新しい担い手の方が今市場に入ってきていただいていて、市場としてはどんどん拡大していくんじゃないかなというふうに思っています。で、一方でそうですね、例えばこの間のグラスゴーの、COP26 でも450の世界中の金融機関が集まって、ネットゼロのため の金融イニシアチブっていうのを立ち上げているんですね。で、こういった動きっていうのは実はインパクト投資とは呼ばれていなくて、ただこの450の機関っていうのはやっぱり2000何十年までにネットゼロを達成しますっていうことにそれぞれコミットしていて、その目的のために自分たちは投資をするっていうことを宣言しているので、これはもうインパクト投資そのものに、本当にそれが実現されれば、その言った通りに金融機関が実行すればインパクト投資そのものだと思います。なので、こうインパクト投資というふうにくくられる、もしくはこうラベリングされるようなものというだけにとどまらず、ある種こう投資行動とか経済活動にちゃんと社会的な価値、儲かるかどうかだけではない、社会的な価値とか地球の持続性みたいなところをしっかり投資判断に組み込んでいきましょう、経済活動の中にそれを織り込んでいきましょうっていうようなムーブメントは、もうこれは多分どんどん大きくなっていくというふうに思います。で、我々としては今後やっぱり、繰り返しになりますけど、でもとはいえ本当に地球の持続可能性に貢献して人々の幸せのためになってるかっていう観点って難しいですよね。なので、これはもうよく私たち の社内でも言ってるのは、もう終わりなき探求だよねっていう言い方をしてるんですけれども、ずっとこの難しい問いと向き合い続ける覚悟みたいなことはかなり大事だなと思っていて、で、やっぱりそれを一人でやるのはすごく苦しいかもしれないんですけど、本当にインパクトを志向している金融機関とか投資家とか、それこそ個人の投資家さんも含む、そういう大きなムーブメントの担い手として、こう群れになって、みんなでその問いと、自分たちが今の時点でこういうふうに学びがあるよっていうことを共有できるような場を作っていくっていうことはすごく大事かなと。それがあれば本当に大きなインパクトが短期間に実現するかどうかっていうのは別として、やっぱりこれは一人一人がこう競争で勝っていくという話ではなくて、地球の持続可能性と本当に世界全体の社会の持続可能性ということを考えると、もう群れでやるしかないっていう話ではあると思うので、まさにそこで一緒にやっていけるようなコミュニティ、学び続けられるコミュニティを作れるかどうかっていうのが今後のインパクト投資の市場のすごく大事なピースかなというふうには思っています。わかりました。では最後に、セキュリティやミュージックセキュリティーズの取り組みについてどうご覧になっているか、簡単にメッセージをお願いします。はい、私自身がミュージックセキュリティーズさんと出会ったのは震災の時ですね。2011年 の震災の時に、こういうやり方があるんだと思って、本当にすごくいい意味で衝撃を受けたのを覚えてます。で、その当時からやっぱりすごく共感型の投資の本当にパイオニアとして、セキュリティさんがこの、界隈をこう引っ張ってこられたなという感覚があります。で、ここはある種インテンショナリティを持つ個人の投資家さんが自分の意図とか価値観を持って投資をするっていうことでいうと、もう本当にミュージックセキュリティさんがやってることがインパクト投資のある種原型というかに近いかなというふうに思ってますし、今後ますます個人の投資家さんが参画していただいて、この市場を豊かにしていただきたいなと思いますし、やっぱりセキュリティさんのプラットフォームを見てると、本当に多様なビジネスというか、ある種チャレンジがここから巣立っていくんだなっていうのをすごく感じているので、
引き続きそこをぜひ支えていただきたいなというふうに思っています。工藤さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。